いよいよ夏本番、花火の季節がやってきます。花火の定番といえば、火花を吹き上げるドラゴン。すごく綺麗でした。戦後間もなく発売され、今もなお愛されるロングセラーなんですが、実は愛知県岡崎市で作られているって知っていましたか？火薬の配合からパッケージまで全工程を自社で行い、手作りにこだわってきました。しかし、お盆ですかね、皆さん帰省されて花火やること多いと思うんですが、それがね、非常にまあ減っちゃったということもあって、去年一昨年はコロナの影響で売り上げが例年より3割ダウン。それでも国産花火の火は消さないと、新商品も開発し今シーズンにかけます。わーとかおーっていう言葉が出るんですね。その言葉が聞ければいいかなと。三河花火伝統は残していきたいと思いますよね。愛知県岡崎市、徳川家康が鉄砲の製造を厳しく制限した江戸時代も、特別に火薬の製造が認められるなど、昔から花火産業が盛んな地域です。市内の花火店を覗いてみると、手持ち花火や打ち上げ花火など、バラエティ豊かな商品が所狭しと並んでいましたが、一番人気はというと、私たち太田のドラゴンって言うんですけど、太田さんが作るドラゴン花火、シューっていう吹き出し花火はすごく人気です。このパッケージ、懐かしいという人も多いんじゃないでしょうか。70年以上前から売られているドラゴン、今も110円からとリーズナブルな価格です。太田のドラゴンを作っているのは老舗花火メーカー太田煙火。1928年創業、今は5代目の浩二さんが継いでいます。まあ、うちの商品こんな感じでいろいろ作っております。太田煙火ではドラゴンを中心に噴出花火と呼ばれる玩具花火を10種類以上製造。ちなみに、うちのちょっと秘伝になる配合調なんですね。どんな原料をこういうふうに合わせるとこんなような火薬ができるっていう、一般の人が見てもなんだろうなっていうことでわからないようにはなってます。初代から連綿と受け継がれてきた火薬の配合帳、他の人に見られても大丈夫なように分量などを記号で記した大切な資料です。未だに新しい商品を出すときにちょっと参考にしたりとか、火薬そんなに何ていうかな、劇的に変わるものはないんで、だいたい基本ベースはだいたい決まってるんで、まあ、それをどういうふうに、配合の比率を変えるか。屋外の花火、コロナ禍でも人気があるイメージですが、去年一昨年は売り上げが例年の3割ほど落ち込んだといいます。やっぱり皆さん外で遊ばなくなったりとか、まあよくお盆ですかね、皆さん帰省されて花火やること多いと思うんですが、それがね、非常にまあ減っちゃったということもあって、だいぶひどかったです。はい、玩具花火は今や9割以上が外国製に。このまま国産花火の火を消すわけにはいかないと、太田さん、コロナが落ち着いた今年の夏に期待しています。皆さんがまあお出かけして花火でもやろうかっていう機運になってくれるととてもありがたいんですが、そのドラゴン、実は今でも一から手作りで製造しているとのことで、現場を見せてもらうことに。向かったのはお隣の幸田町。随分と山の中にあるんですね。
元はね岡崎市内にあったんですが、まあいろいろ宅地とか公園の公園の関係上距離が取れないんで、で山のこちらの方へ移転しました。建物が点在してますよね。これも法律で、この作業をする建物と他の建物とこれだけの距離を取らなきゃいけないって全部決まってるんですね。でここの建物で、紙パイプの中に火薬を詰めて蓋をするという作業をするところです。材料は紙パイプと2種類の火薬。至ってシンプルですが、実はドラゴンを完成まで作り上げることができるのは今や日本でただ一人、太田さんだけとも言われているんです。貴重な職人技、とくとご覧あれ。この中にマグナリウムという金属粉のが入ってまして、それを咲かせます。これはまずはパイプを37本束ねた状態で、そこから火薬を詰めていきます。その火薬に含まれているのが白い粒のマグナリウム。ドラゴンで最初にバチバチと光る火花の元です。あ、これで第2薬を入れます。見える金属粉がですアルミニウムを使っています。こちらの粒はアルミニウム。ドラゴンの後半、明るく吹き上がる火花の元に。綺麗っていうのかな、変化があった方がやっぱり面白いかなと。紙パイプの中にしっかりと火薬を詰めたところで、パッキンをして蓋をする形ですね。火薬に圧力をかけるんで危険な作業にもなりますけどね。まあ、これもしっかりプレスしとかない と、燃焼時間が変わったり減少が変わったりするんで、これも大事なところの一つです。ちなみにこの作業小屋、照明がなく薄暗い状態ですが、それには理由が。電気が来てないのが一番安全ですので、極力電気を使ってないです。でこの動力もエアプレスですので、遠くのコンプレッサーからエアをここまで送ってきてます。火薬を扱うだけに安全最優先での作業を心がけていました。最後に上の噴出口に着火剤を塗った導火線を差し込んだら完成です。強度から考えると、横に破裂するのはやっぱり危険なので、上下に抜けるようなそんな風な構造がこういう噴出花火にはしてあります。硬い紙パイプに火薬を詰めたドラゴン。基本的な作りは発売開始以来70年以上変わっていません。職人技で丁寧に作っていながらも価格は110円から。子どもたちが気軽に買えるようにしたいと値上げは極力せずにいます。さあ完成したところで火が使える場所に移動して試し打ち。いきます。どうですか、出来の方は。いつも通りですいつも通りです。だから前半のチャカチャカっとしたのが、あれがマグナリウムが燃えてる火花ですね。で後半吹き上がったのが、あれがアルミニウムが燃えてる火花なんですね。これ3回色が変化するんですね。銅から銀から金へ変わるという形のものです。2024年のパリオリンピックを意識した、その名も栄光の架け橋。一体どんな花火なんでしょうか。せっかくなので近くの花火店の店主とお孫さんに来てもらいお披露目です。これね3回色が変わります。
新作、今年の新製品。新作花火、最初は銅からスタート。やがて銀色が吹き出し、最後は金色に。もう一回やろうよ。3色の花火はすごい綺麗で、すごく綺麗でした。商品に対してある程度そのファンがついてくれる、これが一番大事なことなんで、わーとかおーっていう言葉が出るんですね。その言葉が聞ければいいかなと。三河花火伝統は残していきたいと思いますよね。